80日間世界一周のフォグ氏はイングランド銀行から5万5000ポンドを奪った真犯人か？そんなバカなに。社長社長、この記事はどういうことです？誰が書かせたんですか？ああ、私だよ、ラルフ。サリバン頭取に極秘に聞いてんな。なんですって？その情報はロンドン警視庁のローアン警視総監から出ているのだ。信じないわけにはいかんだろう。はい。わしゃホグ君を信じとる。一体今どこにおることやら。ギネス卿、予定通りですと今頃航海のモンゴリア号の上ですよ。ねえリゴド、お腹すいたよ。食べるものまだなの？チコ、今夜はこの船の船長さんと一緒に食事をすることになっているんだ。お行儀をよくしなければいかんよ。わあ、船長さんと？じゃあすごいごちそうが出るんだね。やったー。お待たせいたしました。こちらはインド派遣イギリス軍司令長官コーン将軍です。コーン少将じゃ。ウィリー・フォグです。確かスエズで乗船するときお会いしたな。覚えていますよ。よろしく。君の80日間世界一周の旅とかは船長に聞いたよ。だが用もないのに世界を旅行するなんて実にくだらんことじゃ。船長、料理を。はい。静かに。あの泥棒め、銀行から奪った大金があると思って、なんて贅沢な食事をしやがるんだ。どうしたブリ、食べないのか？はい、とても食欲がなくて。何？貴様こんな粗末な食事じゃ空気にならんと抜かすんだな。いえ、そんな。何度言ったらわかる。警察。警察にはこれ以上予算はないんだ。違うんです、ディスク刑事。自分はずっと船酔い続きで。バカもん。ところでその世界一周旅行とかじゃが、これからどこへ向かわれる？さよう。この船でボンベイまで行き、そこから鉄道でインド大陸を横切り、ベナレスからカルカッタへ出るつもりですが。なんじゃと。わしはそのベナルスにあるイギリス軍司令部まで戻るところなんじゃ。ほう、ご一緒できて光栄ですな。将軍、フォグさんはイギリスの名誉にかけて80日間世界一周に挑戦しているのです。我がイギリスの名誉にかけて。いや、そんな名誉などと。えらい。気に入ったぞ、フォグ君。インドのことなら20年もおったこのわしに任せてもらおう。どこでも喜んで案内するぞ。それは助かりますな。船長、我がイギリスとフォグ君の成功のために乾杯じゃ。とっときのスコッチウイスキーを。はい。全くだらしないやつだ。それでもお前はスコットランドヤードの刑事見習いか。船酔いなんてただの気のせいなんだぞ。そんなこと言ったって自分は船が嫌だ。いかん、なんだか俺にも映ってきやがった。
煙が出てないや。風があるときはね、帆で走るのさ。うん、つまんないの。あれ？ねえねえ、あの人たちスエズで船に乗り損なってご主人に助けられた人たちだよ。あ、ほんとだ。ちょっと挨拶しとこうか。うん。おっとっと。おはようございます。あの時はお世話になりまして、デコドンさん。え、いや、あの、ビゴドンです。顔色が悪いけど、どうかしましたか？いや、我々は別に船酔いで寝てたわけじゃないんで。レゴドンさん。リゴドン。ところで、旅行はどちらまで？そういう皆さんはどちらまで？無論インドですよ。ご主人の80日間世界一周の途中でしてね。インド？偶然ですな。我々もそのインドまで行くところなんですよ。ところで、ご主人の姿が見えんようですが。ええ、今船長と話していますよ。それじゃ、ごゆっくり。じゃ。船長と、フォグめ、何やったら何だろう。ですが、フォグさん、スエズからボンベイまでは5400キロもあるんです。会社の規定では320時間で走ることになってるんですよ。うん、13日と8時間か。ところで船長、この船はスエズでの故障修理ですでに16時間遅れている。その遅れを取り戻していただけるとありがたいのだが。いや、16時間なんてとても無理です。何が無理じゃ。なぜ石炭をたかん、ほとエンジンと両方で走ればもっとスピードが上がるはずじゃろう。なぜやらん。それが会社の命令で、風があるときは石炭を無駄に炊くなと。船長、このフォグ君はイギリスの名誉をかけて世界早回りに挑戦しとるんだぞ。同じイギリス国民たる君には、この挑戦に協力する国民的義務があるはずじゃ。ですが、石炭は1トンで1000ポンドもします。よろしい。では、その石炭代は私が持たせていただこう。なんですって。それから、この船が遅れを取り戻した時間については、1時間につき5ポンドの賞金を出させていただくことにする。1時間につき5ポンド。それでいかがかな。あ、やってみましょう。機関長、石炭を炊くんだ。スチームエンジンを全開しろ。わかったか機関長、石炭だ、どんどん炊くんだ。あの野郎、盗んだ5万5千ポンドで石炭まで買い占めやがって、もうくんよ。リゴドン、どうやらこれでかなり時間を取り戻せそうだぞ。いや、よかったですね、ご主人様。あ、そうだ、時間を計らなくちゃ。なんじゃね、あれは。日時計です。カイロの遺跡であったドイツの考古学者からいただきましてな。このリングを今日の10日に合わせて、この穴から太陽の光を当てるんだっけ。あ、11のところに合ってる。ん？もうその通りだ、チコ。11時ぴったりだよ。うわー、やったー。うわー、リゴドン、どうだい、すごいだろー。
こう。やめろ。やめろ。フォグミ、今に一泡吹かせてやるぞ。勝利。デッキゲームだよ。ゲーム？どうやって遊ぶの？こうやるんだ。これを置いて。うわ、うわー、詰める！わ、あ、10点だ。ねえ、リゴトもやってごらんよ。よし。正式なスティックはこれだよ。どうも。じゃあやるぞ。せい。うわあ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 。ひどいや。ポグ君、なかなかの腕前のようじゃが、どうだ。わしと勝負をせんかね。あ、結構ですな。ただではつまらん。1点10シリングかけんかね。お受けしましょう。ねえリゴトン、イギリス人ってどうしてこんなにかけるのが好きなんだろう。今度は円盤に飛び乗っちゃダメだよ。つまんないの。では私から。どうぞ。まずまずですな。では。どうぞ。では。やりますな。しかし何のこれしき。どうぞ。フォッグのやつめ、今度はのんびり賭けゲームときたか。しかし弱ったな。偉そうな将軍がそばについてるし、うっかりフォッグには手は出せんぞ。ディスク刑事、自分はメロメロでダメでありません。この役立たずめ。よし、もういい。やはりは俺一人でやる。お前は船室でひっくり返ってろ。助かります。これでよし。上場だ。あ、まあいいだろう。
フォッグめ、あのカバンさえかっぱらえば世界一周なんてめちゃめちゃだぞ。ちょっと鍵を間違えましてな。いや失礼。え？変だな。フォグ氏はたった今甲板でゲームをしてたはずなのに、まさか幽霊が。これはディスク刑事に知らせなくちゃ。それ。おお。やりますな。いやいや。ディスク刑事が。バカ、でかい声出すな。ディスク刑事。わかった。刑事刑事言うな。どうした？船室じゃ暑くて寝られんちゅうの？あ、いや、それが船室へ行こうとしたらフォグ氏がいましてね。フォグ氏がやはり泥棒です。他人の部屋を伺ってたようですから。何？フォグならずっとゲームしてるぞ。え？見ろ。あれ？本当だ。するとあれはやっぱり幽霊かも。なんだと？口こい。お前な、船酔いで頭がどうかなっちまったんじゃないのか。本当に幽霊を見たんです。バカも。幽霊なんてこの世にいるもんか。よし、俺が確かめてやる。来い。どこにいるって言うんだ。この先なんです。どうしたブリ。あ、そこを曲がったところです。うわー、ちょっとお前先に。ダメダメ。いや、怖いですよ。行くんだよ。くそ、怖がることはない。刑事こそ怖いでしょ。うるさい。くそ。おいブリ、よく見るんだ。僕の幽霊がどこにいるって言うんだ。でも、さっきは確かにそのドアの前に。ブリー。え？お前は船酔いで頭の中が酔っ払っちまってるんだ。さあ、俺が連れてってやるから船室で寝てろや。すみません。あの刑事たちめ、どうやらこの俺をマークしてるらしいな。危ねえ危ねえ。よし、こうなったら別の手で行くしかねえぞ。わあ、波だ。ん？アラビア海に出たようだな。コーン将軍、荒れてきたようですからゲームはこの辺で打ち切りとしますかな。ん？いや、何のこれ式のあれぐらい。わしはインド往復で慣れとるわい。さ、負けを取り戻すまではやめるわけにはいかんぞ。それ。ああ。おっと、いかん。今のはやり直しじゃ。それ。もうごめん、これで終わりだ。見てろ。あ、捨てろ。あ、コン将軍がいないよ。だったら助けてくれ。あっちだ。あ助けてくれ。ステックトロープだ。ご主人様、ロープとステッキです。将軍。
いいか、一気に引くんだ。そーれ、おそーうコンショ君助かったぞ、フォグ君。あ、よかったですね。いや、どうもありがとう。くそフォグめ、この先いつまでもいつまでも運がいいとは限らんぞ。今に見てろ！